シードのニルベースさんが、はい、ここで登場ということで、優勝候補自分で言わせていただきます。自分で言う人いないですから。いやもう俺頑張ったから。まあ確かに悔しいけど全く否定できないんですよね。過去一レッドブル飲んだよどこで睡眠時間削ってんすか。だからバイト行って、はい、帰ってきて、はい、作ってでバイト行ってでまた帰ってきて育ててでまたバイト行って、はい、でだから3日ぐらい寝てた。これの人、これの人っすね、うん、いやちょっとさすがに。でも僕これ育成してないチームなんですけど。そうなのね。所詮育成してるチーム倒してますから。玉人でしょ。そうです。努力を踏みにじることに関しては得意な可能性あるんで。髪染めるやつって努力しないから。どういうことですか。どういう意味ですか。やっぱ黒髪がやっぱ努力するっていう、はい、やっぱとこもありますから。どういうことっていう。僕黒髪ですし、あといろんな方向からどういうことって言われてちょっとマイクもうめちゃくちゃ金髪のやつに言ってるなら分かります。その黒髪の僕に言われてもあはいってなるんで。だからやっぱ玉人は正直育ててないと一緒だと思っていいと思う。そうそういうことですね、うん、はいはい、確かに。だから僕のチーム、まあはい、まあリセットもしてるんですけども、はい、まあ、無敗で3年終えてるんですよ。現実でもまだないよ、うん、練習試合も甲子園も含め。いやだからもう初めて負けるのがこの試合ですから。ちょっともういやだから勝ちます。だから PL 以上かどうかってことで PL は恐ろしかったよ。俺 PL に3時間くすいの。習志野はどうでしょう。習志野は、習志野は当たってません。え、県で負けてます。はい、僕と当たるレベルではございません。だからまだ対策できてませんからね、はい、そういう意味では。あ、確かに。ちょっと今回ルールで、はい、サイコロで 3回振りまして、はい、出たイニングはオートでやります。ランナーが出ない限りは。あ、出たイニングは、オート以外。そうです、出たイニングがオートです。なるほど。3イニングはオートでやります。なるほど。あ、なんだ、はい、はい、7、6人ぐらいは、はい、まず3、はい、そして、お、意外とこれいくな、あ、2、ということは、お、5、じゃあ2、3、5回は、そうです、ランナーが出たら、操作しますが、基本的にはオートで。やっていきます。まあ言っときましょう、僕は操作しません。え、ずっとですか。もうそれぐらいの自信あります。ちょっともう絶対勝ちたいわ。絶対負けなきゃこんなの、負けたら泣きます。その男のもう濃い涙。男泣きとかじゃないですね。ワンワンです。そっちの、そう見せますよその姿を、はい、今後期待、頑張ります。じゃあ行きましょう、はい、これいじっていいんですよね。ここはまあいじるとこないんで。いやちょっと待って、松坂だこれ。僕のチームの、はい、1番は松坂でもなく、はい、安倍晋之助でもなく、はい、中村典弘でもなく、全員知ってるぞ、この三上双子と藤井双子なんです。怖い怖い怖い。私のチームのキーマンは、このファーストショートの三上兄弟と、はい、そしてセカンドサードの藤井兄弟。え、内野手、はい、顔2個しかない、顔2種類しかないのです。はい、漫画じゃないですか。そう、キャッチャーとピッチャー以外は双子。双子2組いるんですか。で、揃えております。ちょっと不気味すぎるな、そのまま。いや強いな。そして打線も、うわ赤能力値。藤井、三上、で、阿部を挟み三上。いや、上位打線が双子と阿部の、その今藤井抑えたのにまた藤井来たぞってなるんですよ。そうなの。いや強いわ、自信もいいでしょう、はい、もういじらない、いじるとこはありません。まずこの既存のチームの特徴として、はい、全員2年生までしかいないですよ。そうなんですよね。これなぜか、うん、まあただやっぱその春のデータ、このゲームが10月から始まるんですよ。はいはいはい、だからその夏の大会が終わった2年生の代から始まるんで、はい、そのデータしかないんで。そういうことなんですね。だから新入生も入ってきてない状態ですね。なるほど。その川島って選手が割と打てるっぽいんですけど、さっきの試合活躍した、さっきの試合は川島代打で出てきて、うん、初球打って、ゲッツーでした。だって能力全然高いじゃない今井より。
今より高いんですけどね。まあ、でもいや、あの守備能力ないな。ファーストでもできない。まあ24か。小林に変えようかな。小林の方がちょっと打てそうなんで。そうね、小林の方がいい、ね。で、川島がショートか、外野か。いや、でも外野だ。あ、まあ、三浦変えていいか。長打力だけ三浦あるけども。はい、よろしくお願いします。うん、川島でいいかもしれない。私が先行ね。高木もちょっといいけど、まあ、でピッチャー、ピッチャーは三浦かな。うちのエース三浦なんで、三浦でいきましょう。はい。やだな、そう余裕あるな。あれ？先輩後輩ではありますけども、まあ同級生対決ですから。あ、そっか、確かにそうですよ。我々、ね、ティモンディ世代と今言われてしまいます。92年、ティモンディ世代なんで、このまま行きましょうかね。はい、ここ変えずで。はい、あ、はい、お願いします、岡さん。今日はい、行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、やってる設定をね、ちょっと気になったんですけど、うちエースピッチャーは左のサイドハンドです。あれ、あ、そうだ、これで監督を落とし、試合はそのままで、あ、落とし時出すエース、いや、何回でしたっけ、2、よし、2、3、5、その時にやれば大丈夫ですか、ね、まあね、この監督を落とし時って、はい、出しとけば、ずっと継続するの。はいはいはい。だから別に出しといても。あ、そういうことですね。じゃあ初回はまだじゃあ。まあ別に出す、指示出してもいいし、出さなくてもいい。あ、僕出しますよ、それは。最後に弱いです。これ。あ、俺先行っすね。あ、違うの。いや、先行だね。俺後攻。ほんとだ。ちょっと待った。はい。スタート。違う。これどこで、まあいいや。四角かな。ゲーム設定は。いや、いきなり初球打ってダメ？あ、四角だ。はい。ね、俺はもうね、違うな。俺はね、もう決まってんすね。3号だと。えー、お手つけて、アイバーなんか見たことない画面な。私ね、アイバーは関係なくない。はい、でも出るわ。あ、もう、アイバー出るわ。いいの？ダメだよ。ダメだよ。先週一貫した指示があるんですね。そうそうそう、もうこれで俺はもう勝つ。ちょっとやだな、なんかこの感じ悪いですよね、なんかね、今ね。見えてないから感じ悪いです。手刺さっても悔しい、それも悔しいし。右の方がただ、それも悔しい。なるほど、川島控えからね、起用しましたから。川島先制点、先制点、松坂からも打っちゃって。マスター全然打てそうな気配がないな。ほんと俺、野村監督より多分動かない。ずっと椅子、うん、椅子座、背もたれ、うん、ぶっつけ。いや、でも割れてますね、球がね。どうしたんですか。どうしたんですかね、松坂。松坂ですけどね、先日引退した、はい、そうですよ。OK、よし、甲子園での松坂なんてとんでもなさそうだな。ちなみに僕はもうノーノーもしてますね。育ててる間に松坂実際に、うん、だから上層学院やね、ノーノー超強チームに。ここでいてほしいな。お、いや、いいですよ、見えてる見えてる。もうね、打球音でもうヒットかファールか分かんない。やってるな、この人。ちょっと何してんのよ。松坂です。平野めっちゃいいんすよ。ちょっと待って、うちの、ちょっと待ってよ。これですよ、知れんのやろ。さあ、ちょっとやばいかもしれないな。ちょっとやばいかもしれないな。まあ
まあ、ノーノーを目指してますから。本当にね、僕の一つの後悔といえば、札幌南というその思い出も何でもない高校を選んでしまったこと。育成する際にモチベーションが上がらない。うん、せめて受けたなんか私立高校とかにすればよかった。頭いいんだよ。そう、頭いいんだよ。強いんですけどね。札幌南は、まずは兄貴のです、ね。あ、藤井兄貴のです。ヘルメット、ヘルメットエースじゃない。南の方、札幌はしこたまありますか？アンダーですね。はい、ライバッチ、ちょっと待ってくれ。はい、ライバッチ、オッケー。はい、ライバッチ、ナイスピッチ。こんなちゃんと打たれる？今見ました？藤井弟の方、予選10本ちょっと強いぞ。予選ホームラン10本ちょっと強いぞこれ。正直僕は藤井に助けられてきました。何度も。よし、はい、はい、藤井ありがとう。ちょっと待ってよ、藤井兄弟で1点です。待ってくれ、えこの演出は、はい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 、あ、アウトこれです。まあ、ナラシノの、これがナラシノの点、抑え方ですか。え、好きだな。見ました、三上弟、え、通算13本やばいな、はい、予選13本、ちょっといかついな、このチーム。高校通算13本なんで、ほぼ気をいや、そうっすよ公式戦公式戦だけない。俺途中狙いって言ってたら俺の人生ですよ。うちのエースもでも頑張りますよ。まあ頑張っていただきたいですよ、三浦。わぁ、ちょっとちゃんとこんな差はつくんだな。おー、いいね。手前がもう違うわ。サインに出してないとね、すぐパサポやってる。おー、追い込んだ。いいぞ、いいぞ。テンポいいね。おー、三塁には進めないでしょ。進めないですね、このゲームは。阿部慎之助です。ここで阿部か。甲子園通算16本。ちょっといかついな。全員すげー。16本もう清原超えてるんじゃないですか。確かに。記録じゃないですか、もう、はい、お練習試合入れたら何本打ってんの。そしてですね、富澤さんの阿部慎之助と違うところは、はい、外野手です。外野やってんすか。はい、いいシュート持ってる。キャッチャーを守らせたことありますか。もったいないな。もったいない。ツーナッシング、焦んなくていいぞ、三浦。落ち着いていけ、落ち着いていけよ、はい。よし、あれ、しのいだ。バチ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 。2安打打たれたから、今。やだな、もう。ありがとうございます。すごいな。よっしゃ、なんとかしのいだって感じだったの、ほんと。飛び人へ。バント嫌いなチームなんで。バント1個でもあったら入ってますよね。まあ、確かに。バントさせる気ないな。もう当たりそうないな。わずかのスライダーだもんな。メジャーでも火吹いたスライダーだよ。さすがにそういう高校レベルだと。見てる。早っ。松坂じゃない。松坂じゃないですか。あら、荒れてるところも松坂やな。確かに。ちなみに俺松坂投げる姿初めて見ました。え、ずっと短縮で試合すら見てないでやってた。こんな愛のない監督で出せるわけにいかない。いや、これヒットです。はい、打球音で分かる。やり込みながら違う。違う、ヤクルトのリーダーが言ってたやつだ。センター、確かに打球音で飛んだけど分かる。スポーツマンナンバーを決定する。おっ、大きい。いや、いい、全然いい、全然いい。バッターもいいよ、僕じゃないな。アラシノの5番はね、頑張ってます。近藤、ショートの近藤。アラシノ頑張れ。全然バッターないな。いや、全然いい。飛ばない。三振とかじゃないでしょ。確かに、当たってはいます。飛ばないんだよな。これ、減点してるところですね。いや、まあ、普通じゃん。こんなもん。ヒット2本打ったら、ちょっと。
たたえよ。見てよ、ナルシノ。ナルシノ頑張れ。頑張れよ、ナルシノ。マジで頑張れ。いいです、僕はジョーカーになってる。さあ、それぐらい頑張ったから。はい、惜しい。何を言われようが響かないくらい。札幌に負けてくれないか。全然当たらん。全然当たらん。絶望2-0くらい。野球はあるからな。野球はそうです。なんか点が入らないっていう。ベストベスト。意外といくんですよ。ビル。ビル。よっしゃ。くそ。こっちに野村さんいて、あっちにサッチ。粘り。粘りは見せる。ボール。やってやり。ボール。どうだ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 。よっしゃよっしゃ。おっ、ああ、いいね。ルイ出ましたよ。ファーボールはね。完全試合阻止。完全試合阻止。ノーノーだよ。ノーノーには関係ない。よっしゃ、よっしゃ。よっしゃ、やっぱピッチャーいいのよ。リアル松坂もファーボールは出してるから。そうですね。ノーノー。このランナーが効いてくる。いけ。ああ、お前安倍晋之助からレギュラーを奪ったキャッチャーの久保だぞ。知らないんですよ。安倍が外野やってる世界ないんですよ。カーブでアウトになるんだ。そういうのないのかな。100キロのカーブで投入できないって。さあ、三上、通算19本。安倍晋之助よりは、えぐ三上兄です。高校記録って何人いるんですか。勉強がすごいな。まあね、1年の時からこいつら全員出てるの。甲子園に。いないんですよ、そんな人。捨てて。うん。当時の3年と2年はベンチ外でした。頑張れよ、三浦。三浦。受けながら育ててきたんですけど。いいボールではある。おっしゃ。ちょっと強いな、札幌南。ああ、ビビってんのか。やってやれ、やってやれ、やってやれ。大きい。ああ、でもあんまり硬すぎる。打線のチームといい、やっぱ。いや、何やらすごいな。余裕ある。アラシノの時代が来る。オッケー。オッケー。しゃあないしゃあ。オッケー。さあ中村紀洋です。すごい。中村紀洋はまだ1年。もう5本打ってる。夏の大会で5本打って1年生が夏だけで5本打つなんてそんなやついないわ。よし、うちはピッチャーだけ強いっていう。ピッチャーいいね。七種のピッチャーだけ強い。うん、松坂大輔、もう5本打って2年でピッチャーが。ピッチャーが松坂はね、バッティングもいいですからね。いいよね。交流戦でも甲子園のホームラン打ってましたよ、それもね。阪神戦で。シュートがいいんですよ。シュートいいよ、ね。うちのピッチャーは。いや、でもな、ホームランあるからな。おーっしゃっしゃ。ランナーいなくてもやっぱ、気抜けないんだよな。ナス頑張れ、ナス。なんか、なんかかっこいいアングル打ちそうだぞ。いいよ、いいよ。一番いいよ、一番。しのげ、しのげ。三上を超えたのでかいな。いや、ちょっと。いいよ、ここで終わっていいよ、松坂。で、8、9いったらもう、そっからもう、ずっとクリーンナップだから。ナス頑張れ、ナス。ナスいったれ、ナス。オッケー、オッケー。シュートなんだよな。
だよ、シュートが。打ってよかったんじゃないの。粘るな、松坂。おい。何してんの、ちょっと待って。何してんの、ちょっと待って。球数を。何なんだよ。粘るね。何なんだよ。もういいだろう。集中力切らして。おし入った。オッケーオッケー、入った。いいぞ。オッケー、大丈夫。打順完璧だから。余裕が違うんだ。さあ、おそろそろ、行ってこよう。三浦からか、下位打線激弱なんだよな、長島。あ、そうだ。指示で頑張るしかないから。もういいよ、3回だけど指示出して。あ、やばい。オートだ。いいよ。いや、でも、監督オート指示、これでいいぞ。ね、それじゃなくて、ね。試合の方、あ、そこの、手を決定してみて。はい。あ、違う。そしたらオート指示。で、オートシフト。で、短縮を短縮はしなくていい。大丈夫ですか。手を消して。取れ。センター。オッケー。さあ、出ました。あんまこれは。先頭出た。よし。やっぱ早送りにするやつ。さあ、どうしようか。どうしようか。打った。一番に回りましたから。おお、よし、おお、これはやばいぞ。これはある。やっぱノーノーってこういうので簡単に終わるんだよね。ピッチャーが。嵐のドライチだこいつ。ちょっと早くやりましょうか。で、これランナー出たらのやつどうやったっけな。別にいいよ。罰で飛ばせばいいし。あれなんか。それで今オート。でもこれ時間短縮のためのオートなんですよ。まあ、これ時間変わんないですよ、ね。いいよ、バツ言ってます。あ、バツ一回押しちゃっていいですか、じゃあ。まあ、そんな押さなくていい。投げるとこだけでいい。三振した。ちょっとこれは面白い。すげえ。だからオートなんで、ちょっと飛ばしていきますね。そろそろ焦ってんじゃないですか、皆さん。全然焦らん。何度も見てきた。嫌だ。守備も安定してるな。マジで、ね、勝ってくれ、マジで覚醒してくれ。お前こいつら春夏 6連覇してる。あ、すべてだった。こっからじゃ指示出しますね。ランナー出たんで、ランナー出たら指示をします。あ、やばい。よし、あ、ゲッツだ。あ、よし、ゲッツだ。いいぞ、ならしの。やりました。強いんですよ。第2。あの人は自分の負けを正当化するために、俺を褒めるって言ってたんです。なんかずるくないか。なんかずるくないか、それは。ならしの実は育ってたの。5、6じゃない。やってないよ。3ゴール。じゃあ、今何回4回。まあでもやっぱ、基本無理だな。5回、6回、絶対1点じゃ無理なんだよ。分かってんだよ。あー、なんで見てる分かんない。ボールには大事だ。いいね、ヒッコリ。あ、これ、このバスだよ。なんだろう。3回なのでちょっと飛ばします。え、おっ、すべて打たれた。あ、もしもし、まあまあ見てこう。はい、ボール見たから。うわ、早速打たれた。悪いけど、13本打ってる。ツーベースでよかった。6本進む、早送りのつもりです。あ、いいよ。でもね、罰を押したら結構早く受ける。あとね、どうせランナー出んの。そうなんだよな。こっちの試合、ニルさん何もいじんないですよ。全部丸々になっても、半分分の時間でしょ。ここでしかも上位回るのか。一気に揃っちゃった。OK。
よっしゃ、これは出ない。よし、もうすでにヒット打ってる藤井兄弟です。うわ、1番かいけるか、三浦、これ恐ろしいな、この打線。そろそろ捕まり始めます。いや、てかね、初回から捕まってんのよね。まあ、確かに。あの、バックホームで助かってる。レーザービームのこのゲーム、お手製のね。そうっすね。普通だったら無理だろ。よし、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 よし。合わせて走ってる。ランダムに何を言ってるの。いいね、なんかね。そう、出たゲームあるじゃん。さあ、左だ、左だ、左だ。まだ大丈夫。まだいける。これもダメだ。あ、落とした落とした。ラッキーラッキー。これあるんだよな、うちのセンター、ラッキー。うちのセンターさっきの試合も落としたんですよ。あら、ちょっとよろしくないね。しかも勝ち越しのところで、これはダメだな。もう3回でこんな捕まるか。そうか、2回は下位打線だったんだよな。もうタッチアップで同点ですよ。怖っ。いいね。え？タッチアップです。うわあ。手堅いなあ。よしよしよし。ね？早いよ。いや、あそこできっちり外野フライ打てるっていうのは強いチーム、強いチームだわ。ナイス藤井。そして三上追加点だ。それが強いチームなんだよな。あそこできっちり打てんだよ。センター何してんだよ。落とすなよ。あ、いやー、奇跡の1点が。よしよしよし、1点取りました。エラー、エラーは、エラーはでかかった。この回も4回なんで。5回だよ。あ、そうだ、2、5、6か。ちょっとずつの試合が2、3、4、5、6。あ、そうか。ノーアウトでね、ランナー出していきたいとか。あ、ちょっと待って、平野かな。このいつはね、さっきの試合打ったんですよ。やっぱね、打つ選手は打つよ。うん、期待してます。頑張り、ピッチャー松坂もね、1本打たれて、多分力抜けたよ。ナイスライト、素晴らしい。見てる、うん、前に飛ばない、押されてるな、これは。うわぁ、ナイスボ、これは厳しいな。やっぱ第1回大会がマックス120キロぐらいだった。よっしゃ、いや、ってあんた見たでしょ。ナイスピッチ。あ、そういうことそういうことですね。もう始めた大会で全員この間のそうです。もう140出る人は140出るようになってきた。ちょっと次元が変わりました。次元がね。いや、もう全然ダメだ。育てるってこういうことなんですね。そうね。かぁ、かぁ、ダメですね。スワット、スワット、来るよ。甲子園は見てない、なんかそのあれしか見てない。ネット甲子園、ネット甲子園やってるやりそばで楽しんでる。そう、あれ結構やっぱ熟してるじゃん。いやー、ちょっとこれなんか音出てる。いや、全然ダメ。いいね、戻っちゃったよね。ちょっとやばい、松坂。阿部か、しかも。よし、いいとこ見せてこう、みんな。4番かな。疲れる打線だな、これ。はい、うわ、ミスバンド、ミスバンドね。ミスバンド。あぶねあぶね。きっちり打たれたな。きっちり仕事する。あれ、もう終わったの。はぁ、強い。三上か。ここで三上が来んの。いや、このオートでなんか、なんかちょっと試合動いちゃいそうな気がするな。いえ、リラックスですね。いえ、三上。ああ、粘ってる、粘ってる。痛い、痛い。
きっちりしてますから、きっちりしてるね。きっちりやっぱ投球術はね、うん、あるんですよ。よし、あー硬いな、いやー先頭のツーベース痛いなー、あープレッシャーだねちょっとリズムおかしいか、まあ、ちょっとリズムおかしいかちょっとごめんなさい、ちょっとツーベースでいいところなんですけど、伝令出しますわ。よっしゃー年齢丸だね。年齢、はい、タイムかけます。多分ここで、あ、もう次かな、アーギラ、あ、そうです、あ、そうです、はい、ここでやめてますよね。落ち着け、ここは1年のノリにのびのび打たせますよ。はい、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 3秒、はい、MC じゃないんだけど、あれがいいね、その悪口かかんじゃダメだって。悪口、悪口だよ。そっから押さえたら逆に流れくるぞ。そうね、何でしょ最後悪くはこのゲームマジで流れってありますよね。特にやっぱ高校野球って流れがプロ以上に一気に崩れたりしますね。だから自信が大事。あ、そうなんですね。おっと乗った。もう落とすけど怖いわ。エラー大好き、行こう。いや、俺乗ってみたいな。大好きだからね。はい、大好き。自分で仕事をして。よし、試合決めちゃおう。松坂打つからな。よし、松坂打つよな、普通に。あ、そして黒の金属バット使った。珍しい。みんな銀だったこの時代は。そんなんかレジェンダリーみたいな灰色だもん、黒というか光沢がする。おい、来た、取れ取れ、バットブラック、あー、よし、いや、いいよ、回んなくていいよ、回んなくていい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 、バッチも出るか。またまた。よし、お見逃し。三球勝負。これは良くないね。裏を書いた三球勝負。でも久保打ってますから、二塁。そうなんだよな。いな。下位打線が打つんですよ、強いチームは。これ一回便所行ってもいいもん。チャンスで。行ってください。チャンスで。見届けるまでもないの。ないないない。だって打つか、こいつは。8番が余裕でツーベース打ってるのすげえよな。いや、8番じゃないですよ。習志野だと4番ですよ。じゃあ俺はこのチームを。ああやばいやばい。これは戦略的なデッドボールですか。まあまあまあ、そこはノーコメントで。そこはノーコメントでいきましょう。よし、ツーアウト。今日2回目のデッドボールだよ。これね、あんまり良くないチームだな。ここお前抑えないと藤井兄弟回ってくる。うわ、やばい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 。9番で止めて、頼むよ。藤井兄弟は一番上だ。藤井兄弟、三上兄弟が一番上だ。那須くん、はい、那須調子がいいんだよ。あー、はい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 、やっちゃったな。やばい、回ったな。頑張れ、回んなよ。いやー、2点入ったか。2点タイムリー、9番に。しかも9番の2点タイムリー。タイが打つチームは強いよな。いや、さっきのもね、下位打線からのチャンスですから。そうでしたね。いやー、やられた。まあ、ここは5回だ。飛ばしていきましょう。飛ばせ、飛ばせ。お、アウトにします。まあ、さっきホームラン打ってる。さっきホームラン打ってますからね。はい、ネコーネコー、よし、粘ってる。はい、ナイスショット。はい、三上、三上から三上、はい、あーあーでも始まったか、ついに三上からの三上。あー、やばい、試合が、あっ、ついにやられたか。取ってますね。もうセンター信用できない。おお、抑えた。取り込んだ。あ
確かに。6もオートですよね。そして。はい、まあ、6はオートじゃないか。あ、そっか。ブイに出ましょう。まだホームランしかないからね、ヒットは。ああ、ツーベースもあった。あ、ツーベースって。はい。その後。ただペインにつながらず。松坂1年ぶりの失点ですから、大丈夫？公式戦。しかも、もう3球三振。気づいたら。ダメだとしたでしょ。いやーちょっと松坂乗ってきてんな。まあ尻上がりやからね、松坂自体。そうですよね。あとボタン間に合わなかった。頼む、一球頼むよ。この一球だけ耐えてよ。頼むよ。おお、ね、引退試合もフォアボールでしたからね。いや、そこ再現しなくていいですか。さすがの松坂の最後ですよ。打った。もう、ロース見た。必要ならんな。これ本当貴重。おい、カメラアングルビビらすなよ。なんだ今の。これ照準のぜ。あ、6もあれ。このランナー大事にしないとな。いや、ちょっと2球は。2球で追い込まれちゃう？いや、もう何？はい、もう何よ。ちょっと、さあ、9番平野。ちょっと厳しいですね。まあ、まだ、こっちも平野います。やっぱ、かぶるからね。いや、ちょっと全然当たらなくなってるな。センター返しにしていこう。いや、え？何球連続で空振りしてるんだよ。いや、6球連続ですね。全然打てないじゃん。さあ、しんのすけからだ。まずいな。まずいな、これは。はい、ピッチャー見てるよ。よし、阿部はなんか受ける。三上なんだよ。よし。三上なんだよ。俺もびっくりしたよ。まさか藤井と三上兄弟がこんなに活躍するの。誰でもないですかね、藤井と三上。さっき三上がレッドブラってる、ね、なんなら一時期同じ選手だと思ってやってた。一人だと思って。思うか。仲良く回ってくる。そうそう。あ、なんか二人いる。途中で。不気味だな。いやー、三上は抑えた。お。おお。おい。よし。ヒットエンドランしてたんですね。なるほど。おお、来た。ハマった。よし。はい。やっぱ三上な。三上打つな。前回以来のね、三浦さんが三上兄弟使ってました。完成形です。三上兄弟。やった。出世だ。日大山形にいた三上兄弟。最悪だ。そう、ノリバット投げ見してくれ。安くに迷ったんだよな。あんまりしたらダメでしょ、高校野球のバット投げ。怒られますよ。よし。松坂打ててないな。ちょっと一発狙わせんかな。松坂パンチありますから。いいシュート。
いいボールはいけてる。いやー、私こんなの痛かったなー。全然なかったの。奇跡起こせ、ならしの。危ない。いいぞ。うわー、ちょっときついな。監督がね、いいよ、それで。それはダメだよ。入ったわ。いいね。松坂ダメだね、バッティングはね。今日調子抜けないです、ね、うん、ピッチングちょっとすごいもんな。いいね。エンド4番が打ってないんだよな、今日。何よこれ。どうしちゃったんだよ。全く当たらなくなってるじゃん。ストレートバーグで見たことある一番よくない。ちょっと 3連続三振。そうね、平均 10三振くらい取るんだよ。いやこれは良くないですね。大きい。いいよいいよ。スワートから調子いいから。いやもう全く前の人だな。もう中いだもん。いや、全然、三上から三上、気配ゼロ。ホットラインだね。気配ゼロ。感じない、何も。もう一回ぐらいチャンスは来ると思うんだけどな、近い切り替え。当たらないね。おー、いいね。これはヒットだ。よし、打った打った。ここでホームラン。ここで怖いバッターがね、同点っていう可能性あるね。本来能力的には高くないんですよ。このゲームで一番大事なのは伝令なの。あ、じゃあもうこっちの。そうなんですよ。監督の心理戦でもありますから。全く違う。知ってるね。年齢合戦。年齢合戦でいきますよ。さあ、三浦。しまったね。三上、返球も早いもんね。ピッチャーに。そっか。そこは。カブレラぐらい早いから。カブレラは牽制球もらった後の返球で115キロ出す。測られちゃうやつね。よくないでしょ。それからどうする。タッチせず。それが進化も。調子ね。あれ俺か。年齢。出たら年齢しちゃう。そうね。せっかく出たら。うん。最後。このね、攻守で3回ずつあるっていうのが、ね、結構違う。別なんすね、使い方。そう、年齢の使いどころ。ピッチャーはめちゃくちゃいいんですけどね。いや、いいと思うよ。8番、9番で打たれてるんですよ、結局。うん、確かにね。それがやっぱ、詰まったな。でも、下位に打たれちゃうと、ダメですね。そう、ここで。さっき3点取られた。三上が決まってるの。こっから藤井三上来ちゃう。三上怖いな。双子打線。すごい打線。1回ね、やっぱ藤井三上、藤井三上で1から4やったんだけど、それは良くなかった。安倍を挟む。安倍挟まないとダメだ。一呼吸で監督、暗示かけない。おお、いいよいいよ。危ない。いいねいいね。ビンボールです。関係ない。関係ない。関係ない。微動だにしたかった。すごいな、度胸あるな。いやー、強くなっちゃったね。やっぱ
点となる9番だからね。9番からでも。なんだかんだ8、9で、うん、めっちゃそうなんですよ。いかないとやっぱ1から5で点取れない、うん、いやーちょっとおい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 あーよし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 大丈夫詰まったな。オッケー。ああ、いいピッチャー。ピッチャーはね、頑張ってる。本当頑張ってる。打線なんだよ。打線とセンターなんだよ。守備は。あとまあサードも。ボタンを間違えた。オッケー。ああ、シュートがすごい。シュートのシュートピッチャーです。ボタン間違えた。いや、3本しか打ってないじゃん、ヒット。こっちもなんだかんだ6本だからね。三浦が頑張ってますね。スーパーロースコアゲーム。言ってくれ。指令和歌山もやるんじゃないよ。言ってくれって。いや、ちょっと戦闘でどうしよう。本当にね。はい、大好きです。硬いね。振り切らないですね。そうなんだよね。やっぱ松坂の9位ですね。松坂すごいわ。やっぱ松坂もいいしね。キャッチャーの久保もね、リードもいいのよ。なるほど。結構見応えのある試合ですよ、これ。あら、よし。ちょっとピッチャーが超強い。ピッチャーだわ、あれ。で1点取ったんです。1点、奇跡の1点ホームラン出た。ああ、すごい。でも本当にそっからもうヒット折れない。でも意外と抑えてますね。そう、習志野はね、ピッチャーだけ強いのよ。こっちもね、2回サードコーチはやってるから。確定室ね。入ったか。結構まともな試合。粘ってんすよ、習志野が。ちょっとこれ、ものにしたいな。習志野強いな。習志野強い。全然ありますね。松坂がでもちょっとすごいわ。松坂？札幌みたいに松坂なんですよ。松坂大好きなんですよ。ちなみに三浦さんが大好きな三上兄弟も。あの、ございます。おぉ、はい、中瀬のミルクース、中瀬。うわぁ、ちょっと、ダメだ。やっぱスライダーだな。見逃しじゃダメですね。ダメだ。左対左だしな。ここは抑えておきたいよ。ルッキーも、久保さんの札幌か、これ。札幌強いっすわ。強いっすわ、札幌。おもちゃだったはずだな。そうね。あの会では札幌の道なんだって果実か。ちょっと気配もないな。さあ、藤井兄弟から来ますよ。恐ろしい。ここで 2,3 点取っときたいね。抑えろ。札幌南にして取ってない方ですか。いやでもね、こんなもん。やっぱ松坂なんですね。そう、やっぱいや、ロースコアで甲子園は勝ち進む。本当に三上兄弟、藤井兄弟に助けられて、0-0 からの最終回、最終回かっこいいっすね。やばい、すごい、いい守備、いい守備出たぞ。森のチームだったね。習志野本当は終わりだな。打てないな、習志野。ホームラン打ったんですよ、奇跡の。そういうことあんだ。そっからチャンスもないな、今。ピッチャーすごい頑張ってる。ピッチャーすごい頑張ってる。ピッチャー。でしたら、習志野のキャッチャーにも、あれがついてる。ついてる可能性もある。ああ、そのリードのそうそうそう、うまいキャッチャー。はい、ナイス、阿部慎之助。ついに阿部に通過。ナイス。阿部2本目は。うわ、すげえ、あ、そっか。いや、やっぱすごいな、4番。阿部慎之助か。やっぱ富澤さんとこの阿部慎之助とは違う。あの、キャッチャーやらせてないから。なるほど。打力全然伸び伸びとも言う。伸び伸びと言ってるんですよ。どうでしたか。
ラストゲームでいきます。いや、悪くないと。やっぱ一点も取られたくないから。あ、ちょっと。おお、おー、ナイスキャッチ。すごい、伝令のおかげか。伝令のおかげ。これが伝令効果。これ来たぞ。こっからいけいけ。そうですね、運命の最終回。ファインプレー2つよ。この後よ。いけるいける。勢いは、流れは来てますね。いけるいけるいける。もう8回だし、2番からしかも。ここ大丈夫、2番。あんなんだよ。なんだよ。大丈夫だよって言ったよ。大丈夫だよ。川島、出るのよ。いいぞ。あるぞ、あるぞ。見てけ、見てけ。打つよりフォアボール。そう、それでいい。これあるんじゃないですか。見てけ、見てけ、もう。よし、おー、ゴールした。ちょっと待って。よし、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 また回した、また回した、また回した。三上な。できたー。悔しい。さあ、ということで、私たち勝ちました。私たち勝ちましたけど、ね、私たちの試合も終わりまして、はい、3対1をもちまして札幌南の勝利という。いやー、悔しいなー。いやー、良かったですよ、習志野高校。一番腹立つ態度。一番腹立つ態度取ってる。やっぱね、エースがホームランを打ってやり返す、ね、素晴らしいとこだったんですけど。いや、正直ね、あのうちのエース頑張ったんですよ、うん、3点で抑えましたから。うん、いや、そうですね。ただね、3対1点差以上の差は感じましたね、やっぱ。そうでしょ、隙のないチーム。あの強いチームってその10対0とかで勝つとかじゃなくて、やっぱ決めるとき決める。ちゃんときっちりね、しっかりホームラン打たれた後に逆転して勝つっていう、ね、いやー、泣いてるところ見たかったな。泣かしたかったな。まだまだ。いや、嬉し泣きに変えますよ。いや、なんか素敵な返しさが。原田さん、中川くんのね、分もね。まあ、でもこうなったら応援します。はい、こうなったら応援しますよ。強かったです、札幌南。ありがとうございます。ありがとうございました。決勝までノンストップで行かせていただきます。いやー、強かった。